こちら業務スーパーで売っている何だっけ、すみません、ちょっとグジュアリッチモカブレンドコーヒーを飲みたいと思います。コーヒーか、業務スーパーのコーヒー、前に一回飲んだことはあるんですけど、今回はまた違った味わいがあるのかな。では早速開けていきますね。今回はちょっと値段安いなと思って買ったら、豆から引くタイプみたいで、でも大丈夫、私はコーヒーミル持ってますから。ではちょっと中身は、まあ、こうやってジップロックで開けたっけ、ここに入れて保存してと蓋しますね。豆をミルサーに、いやミルサーじゃないか、ミルクどっちでもいいかに入れていきます。豆入れ終わりました。で飲めるようにするまで少々お待ちください。入れ終わりました。結構濃そうな色なんですけど、実際どうなのかな。では早速注いでいきますね。どうですか、どうなのか、これはどうなのかな。まあまずくはないんですけど、正直物足りない気がする。確かにコーヒーとして味はあるんですけど、何かちょっと思ってるのと違うというか、もうちょっとはっきりと味がしてる方が自分は好みですね。ですが、まあ、いろんな人が飲めそうな気はするんですけど、ね、ただまあ朝いろんな人が飲む分にはいいのかなとも思います。自分は物足りないですけどね。詳細はこの後すぐ。飲み終わりました。味は結構さっぱりあっさりとしていて、うわ苦っというような味わいではなかったです。ほんのりまろやかで飲みやすいんですけど、若干物足りなさもあるかなと思うようなコーヒーでした。なんでこれ持ったまま喋ってた自分で、前に飲んだコーヒーと結構似ていて、どんかな、多くの人に飲みやすい反面、専門性を突き詰めると物足りなさも感じるようなコーヒーかなと実際に飲んだ自分は思いましたね。なのでこのコーヒー、今日飲んだコーヒーをおすすめできるのは、なんだ、あんまり苦いコーヒーはではなくて、だけどさっぱり目が覚めたいという場合ですね。もしあなたが今話した条件に当てはまっているのであれば飲んでみてほしいなと思います。ただ自分はやコーヒーはもうちょっと苦味が欲しいかなと思ったので、今回飲んだ業務スーパーのコーヒーは3点とさせていただきます。それでは今日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると本当に嬉しいです。もちろん紹介したコーヒーを飲んでもらえてるならもっと嬉しいですよ。では演武。